はい、今回はですね、静岡県浜松市にある1994年に建設された高さ212メートルのアクタタワー、まあ、ここには御三家の高級ホテル、大倉ホテルがあるんですけど、ここに宿泊しました。その上32階から44階客室で、そこからの景色が抜群です。様々なレストランがあるんですが、中華、高級中華の東華林をね、まあ、今回、利用させていただきました。まあ、関東料理中心のお店なんだけど、その中で宿泊者割のね、特別メニューがたったの3000円でね、利用することできたので、今回、宿泊者割のメニューを、楽しむことにしました。で、普段であれば7500円とか、1万円とかね、1万5000円とか、まあそういった結構高いね、高級中華料理の店ですから、なかなか3000円っていうのはなかなかね、出せないものだけど、まあお昼だと、ね、割とそのくらいの料金出して2500円とか出してるんだけど、夜はね、やっぱり高い、わけです。まあアラカルトでも一応ね、別個でも頼むことはできるんだけど、まあ来るのであれば一応やっぱコースメニューで食べてみるといいかなって感じはします。宿泊しないと安くはならないので、宿泊者割のやつがないのでね、あれなんだけど、まあ、いずれにしてもね、浜松住んでる方もね、やっぱり高級中華ですから、ぜひともその高いコースでね、まあ今回安いやつにしましたけど、次回は高いコースで行こうと思ってます。ということで、まあ前菜から出て蒸し物、あとスープね、あと主菜、エビチリなどが出て、その後チャーハン、ね、あと一杯つきました。まあ今回まあビールにしたんだけど、静岡爆酒、紹興酒なんかもあるんだけどね。で、最後に、杏仁豆腐ということでね、杏仁豆腐ということで、まあ、それで3000円だったら非常に満足でしたね。非常に美味しくてね、素材もしっかりしたものを使ってると思ったんだけど、対応も良くて、すごくおすすめできる、ところでございます。Thank you.